さん、こんばんは。最近、私は日本語の助数詞に少しハマっています。英語の母語話者の私にとってちょっと難しいので、本日練習させていただきたいと思います。一緒に練習してもいいでしょうか？ありがとうございます。和室を作ることで練習しようと思います。和室なので畳から始めた方がいいでしょうね。はい、始めましょう。一条、二条、三条、四条、五条、六畳の和室ですね。でもこの和室は家具が必要ですね。布団から始めようと思います。一枚、二枚、三枚。4枚の布団ですね。でももちろん布団があれば枕も必要ですね。枕は1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、7枚、8枚。4枚の布団に8枚の枕。でも今寝る時間になってませんね。実は食べる時間です。布団を取って他の家具を置きましょうね。
ブルを置きます。テーブルの助数詞はテーブルのタイプによって変わってくるようです。私は 100% 理解できていませんが、このようなテーブルなら、タクだと思います。または、客でしょうか。客はありますけれど、こんなに短いなので、客を使えるかどうか、私があまりわかりません。とりあえず、タクを使いましょうか。テーブル、一択。次は椅子。この椅子は客が全然ないので、客を使ってはいけないでしょうね。だから私は子を使います。椅子一個。2個の椅子ですね。タクを使うということは、このテーブルで人が名刺を食べるという意味ですね。だから食べ物をテーブルの上に置こうと思います。まず団子ですね。この団子は合わせて3個ありますね。1個、2個、3個ですね。この団子もあります。4個、5個、6個、7個、8個、9個、トータル的に9個の団子があります。次にピザを注文しましょう。ピザは1枚ですね。ピザの助数詞は比較的楽です。次の食べ物を置くには皿が必要です。1枚の皿。お寿司の助数詞はちょっと複雑です。私は日常会話で普通にこうを使いますけれど、厳密に言うとかんを使うべきケースがあるようです。なので1巻、2巻、3巻、4巻、5巻、6巻、7巻、
週間、10巻、11巻、11巻の巻き寿司ですね。ところで、もし巻は正しくなければ、コメントで知らせていただけてありがたいです。食べ物はこれでも十分ですけれど、飲み物はどうしましょうか。まず、この食べ物を下げましょう。飲み物を持ってきます。ビール一杯。ビール二杯。三杯。四杯。もしアルコールを飲む気がなければ、ジュースも牛乳もありますよ。5杯。6杯。カフェインを飲もうと思えば、それも飲めますよ。7杯。8杯。飲み物いっぱいあるよ。でもね、これは宴会のように見えるようになってます。はい、なら誰を誘いましょうか。まず猫一匹が来ました。でも一匹だけで寂しいので、アヒル誘いました。猫と違ってアヒルは匹ではなく輪という助数詞を使った方がいいですね。猫一匹、アヒル一羽。他の参加者も来ますよ。モスマン。モスマンの助数詞はちょっと難しい。怪物だから。でも翼がありますので、はを使った方がいいかもしれないね。アヒルと同じように猫一匹、アヒル一羽、そしてモスマン一羽。宴会中に猫が謝ってビールをこぼしてしまいました。猫の服は
ビールまみれになってますので、着替える必要があります。では、この和室の中にある服を少し見てみましょう。ジーンズに、このシャツにしましょうか。服一着ですね。ジーンズに T シャツ。あ、でもこの服もありますね。このジーンズに、この T シャツ。は一着、二着ありますね。では猫さん、好きに選んでください。帰る時間になってますね。ということは玄関で靴を履く必要がありますね。靴一足、靴二足、靴を履いて帰りましょう。今日の宴会においでいただき誠にありがとうございます。また、私と一緒に日本語の助数詞を練習していただき、心より感謝しております。ありがとうございました。